なるほどな。そこにあるお前の車、俺にちょっと貸してみな。来るぞ。もう成平橋まで来てる。早い。まさか嘘だろ。驚いたぜ。たった1回のトライアルで。さすがだな、プロともなると。俺の車でこんなレコードが出るなんて、ショックを通り越して呆れるしかないですよ。言っとくけどな大輝、今のはまだ限界ってわけじゃない。その車、変な挙動が出てるぞ。ホイールバランスに偏りが出てきてる。それから当面のテーパーをもうコンマ2度寝かせれば、まだレコード更新の余地あるぜ。そうだろう。本当かよ。そんなことまでわかるのかよ。さすがはプロぜ。さすがだぜ。トモさんいてくれりゃ100人いる気だぜ。プロジェクト DA のリベンジなんてわけないや。俺なら勝ったと同然だぜ。悪いけど俺は素人相手に機動レースをやるつもりはないぜ。おいおいトモ、俺たちは今大ピンチなんだよ。お前の腕があれば楽な仕事じゃないかよ。このままじゃ東道塾のメンツが立たねえんだよ。甘ったれんじゃねえよ。負けたことがそんなに悔しけりゃ、なぜ負けたのかを考えて、それを次につなげていくのが本当の東道塾の精神だろ。短絡的に俺を担ぎ出す前に他にやることがあるんじゃないのか。そう思わねえのかお前ら。それが俺の答えだ。今度のことはあいつらにとっちゃいい薬になったろ。こういう刺激が大事なんだ。走り続けていく限り、いろんな壁に突き当たるもんだ。酒井にしても大輝にしても、今は一つの壁に来てるところだったのさ。そこで満足すればそれで成長は止まるし。苦しんでもがくやつだけが壁を越えて上に行ける。時にはバカをやることも必要だろう。今のお前が欲しがってる答えが多分見つかるぜ。社長、こいつでぶっ飛ばせるなら答えなんてどうでもいいや。よく聞けよ、涼介。大事な情報だ。東道塾の OB から再選の申し込みが言ってるだろう。その申し込みは受けない方がいいぜ。いや、場所は問題じゃない。ドライバーが問題なんだ。太智智幸といって、東道塾では俺と同期だったやつだけど、そいつプロなんだぞ。いくらなんでもプロが出てくるなんて理不尽だぜ。さすがのプロジェクト D も 100% 勝ち目はないぞ。どうしても避けて通れないというのなら、涼介お前が出ろ。舞台がストリートである限り、
わずかな可能性があるとしたら、お前が自分で走ることだ。凌介らしくないぜ、一人でコースに先乗りだなんて。しかもマルーンスター引っ張り出すなんて。自分の車を持ってきたことには大して意味はないさ。重要なのは自分でマスコンを握ってコースを知ることだったんだ。文博、この後の指揮を代行してくれ。ルーティンやるだけだから問題はないはずだ。そんな、お前はどうするんだよ。眠る。三線直通終日運転ダイヤの蘇生にかかりっきりで、3日間徹夜だったのを思い出した。楽しくてついどうも頭の回転が鈍いと思った。起こさないでくれ。オリエント急行。俺たちはロングシートに雑魚寝だってのに。さっきから見てると二編成とも真剣に試運転やってるよな、プロジェクト D のやつら。今回はワンマッチだって通達してあるんだろ。どっちを走らすつもりなのかな。ま、どっちが出てこようが問題じゃねえけどな。こっちは友だからな、びくともしねえよ。来たぞ、東道塾のデモカーだ。あれが今回の相手か。昨日からデータを見た上で俺の腹は決まった。今日は2000で行くぞ。お前だ藤原。絶対データじゃねえだろ。ちょっと待ってくれ兄貴。説明は後だ。急いでやらなきゃいけないことがある。藤原、俺の後ろに乗ってくれ。走りながらレクチャーする。凌介、確かにお前が出ろとは言ったが、それは違うぜ。さあ、いよいよ始まります。プロジェクト D VS 東道塾リターンマッチ。今回は東武東上線からお送りします。解説は高速の赤い搬入人、実はこっそり東道塾 OB、 エンペラーの須藤恭一さん。どうも。実況は私、東武鉄道お客様センター姫宮奈々。ゲストをお招きしております。プロジェクト D パシリ担当の中村健太さん、そしてケンジさんです。巻末で小芝居を披露してくださいましたが、作者がオチを忘れたためこちらにご出演です。特に話題は振りませんので、最後までそこでおとなしく座っててくださいね。それでは早速、スタートを前に緊張が高まる東武池袋駅の様子を伝えてもらいましょう。池袋駅の宿川レポーター。はいはい、宿川です。すっごいかっこいいですね。これは職場の制服みたいなもんだから。これを着るからには遊びじゃしましょれで。というか何の頃なんですか。ざわざわって言うなよ。
い、なんだよ、マジかよ。2000だと？須藤さん、これはどういうことでしょうか？抵抗者相手には抵抗者で行くってことだろう。対等かむしろ不利な条件での勝利に美学を持ってるんだ。俺に言わせりゃ青臭いだけだがな。はい、そういうことは高橋涼介に勝ってからおっしゃってくださいね。さあ、間もなくスタートです。随分と舐められたもんだぜ、ともゆき。それならそれで面白いことになるさ。まもなく競技列車が発車いたします。危ないですので、黄色線の後ろまで始まるぞ。5秒前、4、3、2、1、 ゴー。頭半分抜け出した。予定通りってことなんですかね、この場合。そうだろうな。なかなかいい加速をする2000だったけど、友幸は全ノッチ使い切ってたかどうかは怪しいな。ここから北池袋までのわずか数秒っていう駆け引きが、このレース全体を大きく左右することもあり得る。序盤は2000が有利と見て良いのでしょうか？そいつはどうかな。バトルの立ち上がりで先行できたことは確かに有利なスタートには違いないが、ことはそれほど単純じゃない。ゼロ発進加速ってやつは車のポテンシャルがはっきりと露呈するからな。池袋から北池袋のフル加速で一歩引いた位置からじっくり観察すれば2000の戦闘力は丸裸だ。こっちの手の内を全て見せたからにはプロ相手に駆け引きで勝つチャンスはまずない。いくら藤原でも運転技術でプロを上回ることは無理だ。かといって車の戦闘力にもアドバンテージはない。そんな、それじゃあ勝つ見込みは全くないのか？そうとは言っていない。一つだけ藤原にはプロにも劣らないものがある。俺はそれにかけて圭介ではなく藤原を起用した。負けると決まっているバトルなんてプロジェクト D にはない。違えたらどうだ、圭介。このコース、大雑把に4つのセクションに分けて攻略するんだ。スタートの池袋から成増までは狭く低速コーナーが多い。トモさんが勝負をかけるとしたら、その先の第2セクション。トモさんぐらいになれば、ある程度の道幅さえあれば、どこからでも仕掛けていける。第2セクションから先なら、複々線でラインの自由があるからな。勝負はこのコースを1往復ってことになってるけど、ここに戻ってくるときにはどれくらい差がついてるか見ものだぜ。見通しが悪く狭かった区間がここから急に変わる。有楽町線と副都心線が乗り入れる和光市から福福線の第二セクション、よく整備してある区間だけにセッティングの影響が出やすい。かなりパワーは出てるよ。2000の古いサスペンションでどこまで踏ん張れるか。ここからは長いストレートが続く
伏線の第三セクション、どの辺まで付き合うか、この店。そんなに長くは付き合えない。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。どこで前に出る。どこが違うか分かるか。お前らの走りと友の走り。プロだからって特別な操作があるわけじゃないですからね。基本的にやってることは俺らと同じなんだけど、一連の動作の中から無駄な部分を削ぎ落としていく精度が違うんでしょうね。どうすればあんなになれるのか想像もつかないよな。トモさんはやっぱ別格ですよ。あれは天性の才能だから。アホ、そんなもんじゃねえ。速さってやつはぶっちゃけた話、経験の差で決まるんだ。ラップタイムの短縮を常に念頭に入れて走る。プロの時間感覚のシビアさはどんな練習をしたところで走り屋レベルが到底たどり着けるもんじゃねえ。走り込みの量も質もまるで違う。ドライビングに才能なんてものがあるとすれば、それはないやつよりも少しだけ上達する時間が少なく済むって程度のもんだ。努力の積み重ねをひっくり返してしまうほどの天性なんてありえない。少なくとも俺は一度もそんなものを見たことはない。わかるか大夫。さあ、勝ち負けは経験の差だ。お前らが負けた理由がそれなら、友が絶対負けない理由もそれだ。覚えておけよ。昨日今日初めてここを走るやつの走りだね。な、大輝がやられたってのも分かる。ま、下手ではない。分からねえ。こんなバトルで一体何の意味があるってんだ。残念なことだけど、あんた猛毒してよ社長。現実ってもんが何も分かってない。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことはやる前から分かりきってたことだ。圧倒的な力の差を見せつけて、この2000の前に出てしまえばそれで終わりだ。坂戸スネークヘアピンに突っ込んでくるぞ。2000がまだ前にいるのか。どういうことだ。しまった、こんなとこで。おっと、坂戸で2000が DRC にあっさりと抜かれた。須藤さん、これは一体。消えるライン。消えるライン？前走者の視界から見えなくなるラインだ。見た目には普通にインをついただけに見えるが、死角をついて最短距離をカットしながら相手のライン上に滑り込んでいく。プロ同士でもうまく決まれば絶対に防げないタイミングってのがあるらしいな。あっけないぐらいに見事だったな。結局普通にホームの死角からインをついただけですよね。
北坂戸通過、その先のオッペ川橋梁を渡れば長いストレートと高速コーナーの第4セクション、ここから一気に引き離してジ・エンド。素人にしてはまあまあだったな。くっそ、はえスネークヘアピンでトモが前に出たらしいよ。どんな気分だ大輝？お前がどうしても抜けなかったあの2000が抜かれたんだぜ。どうって言われても改めてトモさんの実力を思い知らされるだけですよ。確かに俺はあの2000を抜こうとして抜けなかった。それどころかこっちが前に出てからはすごい集中力で食いついてくる。トモさんが相手でも同じことができるのか。まさかな。トモさんは別格だ。俺たちとは違うんだ。河川の心配をしてやれよ。1500ボルトだぜ。ですよね。涼介、教えてくれよ。わざわざ藤原をおぶってどんなアドバイスをしたのか。アドバイスはしていない。え、そうか。涼介が先乗りして作り上げたコースの攻略を見せれば、藤原はそれをすぐ自分の走りに応用していける。ピンポイントのアドバイスをせず、トータルなレベルの底上げをさせるための道場走行だったのか。そういうことにしておこう。よくついてくるもんだ。
こそばゆいというか妙な気分だ。別に意外でもショックでもない。2年前の俺でもそれくらいの走りはしていた。コーナーに命を懸けたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見ているような。ある程度の速さを身につけることは素人にもできるけど、それだけじゃプロのドライバーは止まらない。まっさらな車をセットアップする能力、シビアな足回りのマネージメント、乾燥するため車に負担をかけないドライバー、全ては経験だ。俺はプロになって多くのものを身につけた。俺たちプロのドライバーのテクニックが素人相手に見劣りするようじゃ終わりだから。とてもじゃないけど飛び込めそうにない。この人には俺の動きは手に取るように見えてるんだ。絶対にスペースは空けてもらえない。どうする？見えなければいいんだ。さっき俺がやられた時みたいに相手の視界から消えれば、一つ思いついた方法があるんだ。今だ。いない。北坂戸までは確かに後ろにいた。どこかで止まっちまったのか。これは俺の DRC の音じゃない。まさかいるのか、そこに。なんだ、しまった。この真っ暗な軌道を全焼灯を消して追ってくるとは。やられたぜ。さすがにこんなのは見たことも聞いたこともない。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりなのか。 D 仕様でしか使えない奇想天外な忍者戦法だ。社長が俺に何を見せたかだんだん分かってきた。こっからは遠慮しねえぜ。やっと面白くなってきたよ社長。本気でやらせてもらうか。引き返された。トモさんが。なんだと。笑いごっちゃないでしょう社長。そう目くじら立てて騒ぎなさんな。ある程度は予想したが、まさかこれほどの2000とはな。8200を想定して車にいろいろ手を入れたことが逆効果だったらしいや。頭のいいのがいるな向こうには。まんまといっぱい食わされたぜ。ちょうどいいハンデをくれてやったと思えばいい。接近戦ならバトル慣れした友の方が1枚も2枚も上手なんだ。負けないことは初めから分かってる。友のやつも今頃は多分喜んでるぜ。どこでも行けるが、早めに仕掛けて花っ柱を消しておくか。よく見ておく。こんなパッシングもあるってことをな。
越しを過ぎれば、その先は搭乗船最高速区か。ここではこっちの方が早いのは下りで確認済みだ。俺が前に乗ればはっきりと差が出る。そっちの車の戦闘力は 100% 把握してるんだ。どうもよ、万が一を考えて奥の手を用意した。こいつを使えばどんな不利な状況でも 100% 逆転できる。しかしな、いいか、何があっても絶対に押すんじゃないぞ。絶対に押すなよ。これでこいつを使わずに済むぜ。すっげえ嫌な予感だ。まるで分厚い鉄の壁にぶつかってもがいているみたい。嫌な手応えだぜ。ふくふく線区間がもうじき終わる。ここで離された、絶対二度とチャンスはない。またそれかよ。プロをなめるなよ。同じ手は二度と食わないぜ。線がついてこねえぞ。なんだね。びっくりした。なんだありゃ。二線が全消灯を消して走ってやがる。Thank you.
参ったぜ。ここまでやられちゃうな。マジでたまげてるぜ。すげえよお前は。だが狭いこのセクションに入ってしまえばもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。島勝つから過ぎてるんだ。スタート直後とゴール直前のあのタイトな区間に入ってしまえば追い抜きは厳しいな。改めてすげえと思ったよ、うちのダウンヒルのエース。プロジェクト D 結成以来初めての敗北ってことになっちまうけど、負けても胸を張れる中身の濃いいっぱいだよ。それは違うぜ文博。藤原の諦めの悪さは俺が一番よく知ってる。ここまで来て勝負を投げ出すようなやつなら兄貴が D のドライバーに選ぶものか。すぐそこだ。どうにかしなきゃ。勝つことには勝ったが、こんな僅差の勝負になっちまうとはな。大したもんだぜプロジェクト D。 これなら大輝や境が食われるのもうなずけるわな。見つけなきゃチャンスを。諦めないぞ。月があれば絶対行く。出るレースを絶対に落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。池袋まであと一駅、気を抜かずに仕事をさせてもらう。池袋手前のコーナー。ああ、あそこか。どこかのバカが大出力のフラッシュを炊き上がったんだ。立ち上がりの瞬間にモロに食らったからタイミングを外しちまった。月も実力のうちとは言うけどな、最終コーナーで俺が前にいたことが不運だ。勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだ。俺の負けだ。ご苦労さん、よくやったぞ。これは北池袋で DRC に肉薄する2000の勇士だ。 DRC が邪魔で取れなかったが。あ、おい、北池袋でバカでかいフラッシュを浴びせたのはお前か。お前ものすごく邪魔だったぞ。邪魔って何言ってんだ。バトルなんだから被るのは当たり前だろうが。列車撮影じゃフラッシュを使わないのは常識だろ。常識、鉄道マンのくせにわかんねえのかよ。アホ、バカ、カス、青シャツ、うんこ色のオーバードライブ。おお、何しやがんだこの野郎。発動だ。トモ、こんな時こそ
これを使え。社長、成功だ！成功だ！万歳！万歳！はい、もう一丁！万歳！成功じゃねえ！我が東部グループの未来を支える虎の子をなんで打ち上げるんですか？それより、なんでロケットなんかに？大体あんな巨大な構造物をどうやって？慌てるな、トモ。こんなこともあろうかと。